国道1号線のルートと沿線の主要都市。レイキャビーク、ボルガルネース、ブリョンデュース、アークレーリ、エイルススタジル、ヘプン、セールフォス。アイスランドの国道1号線は、アイスランド島を一周して居住者のいる地域を結ぶ、道東の最も重要な交通路である。総延長 1339km。クバールフィオルズルトンネルの南側の入り口。 アイスランドの国道1号線は、リングロードとの別称を持つことからも明らかなように、アイスランド本島を一周する道路である。しかし、常に海岸に沿って道路が建設されているわけではなく、例えば半島の根元を横断したり、フィオルドを橋で越えたりして、ショートカットしたり、中には内陸部を通っている場所も存在する。 この国道1号線のほとんどの部分は片側一車線である。ただし都市部では、車線が増えるところがある。またクバールフィオルズルトイネルでも同様である。都市部以外では、橋のかかっているところは、ほとんど1車線である。なお橋には、木製のものと鋼鉄製のものがある。国道一号線の大部分はアスファルトで、舗装されているが、島の東部には、 未舗装の砂利道の部分が残っている。この国道をはじめとして利用者の少ない細い道路まで、アイスランド政府の道路庁が管理しており、適宜新設している。国道1号線の交通量は場所によって大きな違いがある。アイスランドの首都であるレイキャビークの周囲では1日、あたり5000台から1万台の自動車が通行している。これに対して、 都市部から離れたところでは平均して同百台程度以下である。環状の国道1号線は1974年にアイスランドの入植線100周年を記念して完成した。同時に島南部のスケーザルアウ川に架か,かるアイスランドで最も長い橋も完成した。国道1号線沿線にはアイスランド島の多くの観光スポットがあり、観光客にも 非常に多く利用されている。もともと同等の住民が夏季休暇での旅行によく利用していたが近年は外国から来た観光客がレンタカーあるいはフェリーで持ち込んだ自家用車で利用する例が増えている。なおカーフェリーのつく港はセージスフィオルズル村にある。アイスランドは氷河が多い上に火山活動も活発であるため 国道1号線のアイスランド島の南部を走っている部分は地熱により氷河が溶けて鉄砲水が発生し場合によっては道路設備が破壊されて通行できなくなることがある特にバトナイオークトルから鉄砲水がしばしば生じる多くの部分が舗装されているとは言っても場所によっては1940年代の近代化する前の状態が残っている また見通しの悪いカーブや坂道、すれ違い通行のできない橋、境外部などがある。冬には路面が凍結し風もあるため、より危険である。制限速度は、舗装されている区間では時速9 0トル未舗装の区間では時速8 0トルである。実際に自動車で通行しようとする際には、アイスランド道路事務局のウェブページや、 通行しようとする地域の天気予報を確認するべきである。レイキャビークから時計回りに国道1号線の沿線の街を列挙する。ありがとうございます。